総長の幸せの参加状は幸せの参加状か、あんま考えてないけども、まあでもまあ言えますよ。1番目、人に何か、僕の場合はね、人に何かを伝えてそれが有効に他人に、役に立つこと。はい、何かをこう伝えて教えてでもいいです。何かをこう伝えてまたアドバイス、この感じも相談もそう、そういうことを伝えられてそれが役に立つこと、幸せですね。2つ目、パスタを食べること。3つ目、ワクワクすること。ワクワクするっていうのは何かというと、例えば自分がこれしたかったんだみたいな感じのものをやること、だから行動することです。この3つかな。で、この、3つのこと一番大切なんだけど、もっと大切なことがあります。アーナンダの教えの最終章に書いたことです。アーナンダの教えの最終章に書いたことが僕は一番大切だと思います。幸せの質量という話をしていると思うんですけれども、自分の幸せのカップ、自分の幸せの量を大きくしすぎないことです。はい、日本人はいろんなものが、全てのことは、ちょうどインドで、これはインドの子供たちにも言ったことでもあるんですけども、バケツのようなものに一生懸命水を入れるんだけど、なかなか 水がたまらない、幸せにならない、水がいっぱいにならないから。でもインド人の子供たちはちっちゃい器に同じ量の水を入れるからすぐにいっぱいになって幸せ感がいっぱいになっているということです。幸せというのは量ではなく質量であるということ、質があるということね。要するにあとはその枠の大きさは、器の大きさは関係ないということ。だから器が大きくし、器が大きいんだけども、その中身に水がたまらないので幸せ感を感じない人っていっぱいいるはずです。だったらそんなでかい器じゃなくて、自分の手が届くくらいの、こんくらいの器にして、そこにお水ためた方がいっぱいになって幸せ感ありますよって話です。いかがですか。もう一度アーナンダの教え最終章読んでみてください。幸せの質量ですね。はい、僕はすごくそれが大切だなと思います。要するに自分の、ただ人間は何も言わないと器をでかくしがちですので、欲ですね、欲によって器をでかくしてしまう生物なんですよ。だからそういう、ところにマインセットを持って、でかくしないで自分の器で幸せ感をいつも得られるようにということですね。これが一番大切かなと思います。